どうもこっちです。今回はカンフーパンダ竜の戦士たちというアニメの感想を語りたいと思います。前にこのアニメがすごい楽しみだって話をしていて、その時にね、カンフーパンダっていう作品自体がめちゃくちゃ好きで、人生でね、一番好きな映画シリーズって言っても過言ではないぐらい好きなんですよね。で、今回のアニメシリーズに関して自分はね、すごく楽しめたところっていうのが結構あるので、それについてちょっと語りたいなと思います。物語のね、革新的なところのネタバレっていうのは控えるので、ぜひ見てください。ネットフリックスで見られます。まずキャラクターに関してですが、このシリーズでは、ポーの相棒として、ワンダリングブレードっていう女性のクマの騎士っていうのとね、組んで、盗まれたすごい力を秘めてるガントレットっていうものをね、取り返しに行くというストーリーになってるんですけど、このブレードがね、すごくいいキャラだった。特にこのエピソード2で、それまでポーの力をまあ信じなくて、なんでこいつついてくんねみたいな態度で、邪険にしてたのが、ポーに助けられて、でお互いね、ブレードもポーを助けることによって絆が生まれてくっていうくだりは冒険者の流れとしてはすごく良かったし、力を持ってないものは騎士失格だみたいなね、そういう古風な考え方、もう何でも自分で背負い込んじゃうみたいなさ、その堅物な騎士としてのね、なんか態度っていうところは自分はすごくなんかいいキャラだなって思ったな。すごくかっこよかった。でこの作品を通して敵になるクラウスとベルーカっていう、まあベルーカって方がね、女の魔法使いなんだけど、まあその魔法を使って王家に取り入ったりとかして、でまあ悪さを働いたり、その人をいっぱい殺すとかさ、そういうこともやってきたみたいな人たちで、結構ねコミカルなんだけど、冷静に考えたら結構えぐいことしてるなってキャラクターが敵なんだけどさ、この二人もねすごい好きなキャラだな。めっちゃ悪いんだけど、どこか憎めないところがあって、まあ、クラウスとベルーカっていうのはまあ二人しか家族がいないからこそ、そのお互いを信頼してて、二人以外はもう全て敵みたいな、世界を支配してやれみたいなね風に考えちゃうってところもね、結構わかるところはあって、でクラウスがね死にかけた時に、クラウスを殺していいのは私だけだみたいなこと言うのもね、なんか歪んでるけど自分はすごいいいなって思ったな。カンフーパンダ2のシェン大老に雰囲気的には近いかな。えぐいことやってるんだけど、でもコミカルさがあってどこか憎めないみたいなさ、なんかそういうところっていうのがあって、シリーズを通してのね悪役としてすごく魅力的だったなって思います。で、物語の序盤で、ブレードがクラウスとベルーカを追ってる理由っていうのが、まあ、お兄ちゃんの仇だから、お兄ちゃんを殺した張本人だからっていうところで、まあ、追いかけていくんだけど、そこに至るまでの背景のいろんな物事の混ざり方っていうのも、続きがどうなるんだろうっていう楽しみがあって、自分はすごく面白かったね。あー、なんかこうやって2点3点するんだ、みたいなね、ところがあって、すごく面白かったです。シーズンの最後のね、この10と11、エセキシっていうタイトル、まあ、これはね、ちょっとネタバレは控えるんですけど、あ、こういうことなんだなっていうのを繋がっていくので、なんかね、カンフーパンダ3でもさ、リーさんがさ、ポーに取り返しのつかない嘘をついてたって言ってさ、もうすごく悔いてさ、ピンさんに話す場面があってさ、でまああのピンさんがさ、嘘をつくなんて親なら子供に誰だってするもんだっていう風に慰めるところがあるんだけどさ、それと結構近いところがあったね。自分これ結構予想外だったので、この展開は。なんで物語の最後のどんでん返し感っていうのは結構あってさ、自分はすごく楽しめたね。あとシンプルにもう一つ、この作品のいいところだなって思ったことがあって、それは過去作の映画、タイランと戦ったのと、シェンと戦ったのと、カイと戦ったの、この戦いっていうのがアニメ調で階層で挟まれた部分とか、ポーの持ち物の中にタイガの人形が入ってたりとか、あと途中でシーフー老師のことを話す場面とかがあって、過去作の映画とのつながりっていうのが映されてすごい良かったね。アニメシリーズってね、つながりはあるんだけどさ、映画を見てない人にも楽しんでもらえるようにってことで、そういう描写ってね、意外とそんなになかったんだよね。ニコロデオン版は2の公開後にアニメ化がされてて、でタイランの老いとかが出てきてさ、あのペン君って言うんだけどさ、まあそういうとこもあったりとか、あとアマプラ版だとさ、3のね、カイを倒したってところでね、焦点を当てられてたんだけど、今回のネットフリ版っていうのは1、2、3の映画とのつながりを描写してたっていうのが自分は良かったね。で、ここからが、ちょっとね、まあ、大人の事情を感じる部分っていうのがあるんですけど、まあ、なんかちょっと寂しいなって思ったことがあって、ポーってさ、今、パンダ村に多分住んでると思うんだけどさ、パンダ村にね、パンダの描写が全くなかったのと、あと、お父さん、もう一人のお父さんの方ね、リーさんの方ね、リーさんが全く出てこなかったのが、違和感はあったね。なんか、リーさんは仕事でちょっと出かけてるみたいなさ、そういう描写とか入れてもよかったんじゃないかなと思うんだけど、パンダ村にね、一切パンダが出てこないのがめちゃくちゃ違和感あったな。そんなにさ、パンダ村の描写っていうのはなくて、ポーが1話で盗まれたガントレット取り返しに行くぞって言って、すぐパンダ村を出ちゃうんで、まあ、パンダのね、描写がなかったっていうのは別にそんなに気にならなかったんだけど、やっぱりリーさんどこ行ったが素直な感想だね。
まあ、これはね、アマプラ版でもうリーさんとピンさんの冒険書いたから、なんていうの、大人の事情とかあんのかな。アマプラ版のね、シーズン2が自分すごい好きな理由の一つは、ピンさんとリーさんが二人で冒険してたってところですごい面白かったし、お父さんがね、二人で活躍してほしかったなってところがあるので、ちょっとそこはね、まあ、正直寂しかったな。なんで、シーズン2では、ぜひ、リーさん出てほしいけど、まあ、ちょっと出ない可能性が高いかな。もうこのままイングランド行っちゃいそうだもんね。まあね、マスター5とね、シーフ・ローシが出ないっていうのは、もう正直、アマプラ版で慣れちゃったから、まあ、マスター5たちは、翡翠城でまだ、この村を守ってるんだなっていうところで、全然出番なくて納得はできるんだけど、リーさんと、あと、まあ、コパンダもね、出れなくても仕方ないけど、せめてなんか村の住人プラスリーさんはいた方が、違和感なかったんじゃないかなって思うぐらいかな。なので、シーズン2では、まあ、ね、このまま中国の外に出て、冒険をするということで、まあ、どんな風に物語が展開されるかってことと、あと、まあ、リーさんが出てほしいな。リーさん寂しいな。やっぱいないのな。ということで、今日の動画はここで終わります。カンフーパンダ知らない人には、なんか何のこっちゃみたいな動画ですいません。自分はすごくカンフーパンダという作品が好きなので、まあ、これを機に、映画1、2、3だけ見たらね、大体世界観がわかるので、ぜひ気になった方は見てください。ということで、終わります。近藤よし、バイバイ。